皆さんはじめまして、株式会社ムスカ代表取締役 CEO のリュウゴワヤノと申します。よろしくお願いします。本日はですね、自然が持つ循環する力を活用して地球にやさしい未来を作っていこう、まあ、次世代次世代のためにというようなお話をするんですけど、まずはじめに私の まあ少しパーソナル自己紹介からさせてていいたただきたいなと思ってます、まあ、ミレニアム世代私自身はそうなるんですけれども2人の子供を持っている母親でもありまして7歳が息子ですねで9歳が娘となるんですけどで私自身は都会にずっと住んでいましたそして、まあ、都会に住んでるからっていうのもあるんですけど虫が本当に嫌いな人であるのでまあ 都会に住んでて虫が嫌い結構普通の女性だなというふうに自分自身思ってたりするんですけど実はなぜかハエの会社に入りましたそしてですねまあ、今ハエの会社の代表取締役をしていたりもしますでなんでなのって結構いろんな方々からなぜかっていうことを聞かれることが多いんですけれども 私の子供たちまあさっき7歳9歳って言ったんですけどその子供たちが80歳になった時まあいいおじいちゃんとおばあちゃんであるっていうことなんですけどこの授業が面白いか面白くないか、まあ、すなわちそれは社会の役に立つかだとかそういったことを言ってたりするんですけど、まあ、そのドハマリだった授業が、まあ、ハエの会社に入っったたきっかけなんですねただ今でも <laughs> やっぱり虫嫌いで本当に何ですかねそれだけはちょっと治らない。 なんだけどやっぱ彼らのことを本当に尊敬してますでそれはあのハエ自身って私はすごく厄介だしなんか嫌いだし嫌だなっていう感情しかまあネガティブな感情しかなかったんですけど地球上が地球上にその彼らの役割っていうのがあるんだなっていうことを知った時にすごく面白いと思っていてで私たち人類っていうのが生きる4億年前からハエって実は存在していてしかもすごいのが なんていうか4億年前からその姿っっててほとんんど変わってないんですね4億年前からあの姿形変えることなく、まあ、恐竜とかは絶滅してはいますけどでもハエとか昆虫ってほとんど形を変わることなくずっと存在していてなんで地球上にその彼らの存在する存在し続けられるのかっていうところが非常に面白いなと思っていてで一方でなんで私たちってハエ嫌いだったのかな、まあ、今も。 嫌いななんだけど、んでハエが嫌いなのかなっていうところなんですけど、まあ、まずこのワードが皆さんの頭に浮かぶんじゃないかなと思っていて、まあ、汚いそうですね汚い衛生害虫とかそういった言葉が浮かぶと思うんですけどなんで汚いところにいるのかなっていうふうに考えた時にちょっと面白くってあの改めて地球上に彼らの生き,の生きる役割というか存在する役割っていうのを考えて。 やっぱり自然をちょっと想像していただきたいんですけど自然界の中には動物の糞とかも落ちていてでその糞っていうのにハエがたかってたりするわけですよね、まあ、だから嫌だなっていう心理的に思うわけですけどでもそれたかってハエは卵を産んだりするわけですよ。 で卵を産んでそしたらハエは次幼虫になるんですけど幼虫になったらそれを彼らは分解するんですねその私たちが汚いと思っている動物の糞とかを分解していってで分解したらその次その糞だったものっていうのは豊かな土壌に変わるわけですね豊かな土壌に変わっていてハエ自身はさなぎになって成虫になっていく流れの中で、まあ、鳥に食べられたりとか魚に食べられたりするんだけどそういう自然のサイクルっていうのが すごくく面白くて生えってっなんだかそのの汚いもの私たちから見てすごく汚いものっていうのを分解している存在なんだなっていうふうに感じた時にあ結構ハエっていいやつだなっていうふうに思ってハエ、まあ、自体やっぱどうしても嫌いは、まあ、今もなお嫌いなんですけどでも彼ら自体がやっていることを地球上でずっと行ってきたことっていうのは本当に素晴らしいことだなというのとあの尊敬できるところだなっていうふうに思ってたりします。 だから本当に効果的にハエっていうのは、まあ、ハエの幼虫だったりハエもそうですけど地球のお掃除をしててていいいるんだなっていう,ふうに感じていますさてここから話がすごく変わるんですけどまずそのハエ覚えておいてくださいねちょっといいやつだったなっていうのを皆さんちょっとなんとなーく感じてくれたかなと思うんですけど、まあ、地球の規模で大きな問題があって廃棄物の増加っていうのと食料不足これっていうのは 人口が爆増する2050年に向けてもうどうしようもなくって飽和状態だから解決しなければいけない問題っていう風になってたりしますでもうちょっとフォーカス当てて今回は有機廃棄物処理についてお話をしたいなと思うんですけどまず昆虫テクノロジーというものを使って有機廃棄物を適切に効果的に処理をしていきましょうという風なお話なんですが640万トン まあいきなり数字出てきたんだけどこれって何の数字か皆さん分かりますかこれはですねフードロス、まあ、皆さんが食べ残したりそういった数字だったりするんですけど、まあ、食品廃棄物と大きなくく,るくくりで言うと約3000万トンぐらい、い年間に排出されていますで。もうちょっとフードサプライチェーン遡っていくと皆さんお肉食べますかねえもちろん今最近食べない方も増えてきたんですけどこの約8,000万トン年間で排 発生しているゴミっていうのは家畜の排泄物のゴミ、まあ、有機廃棄物になるんですけどこれらの問題っていうのはどういうふうに処理されているかっていうとですね、まあ、後ほど説明したいんですけどまずフードロスって皆さんよくご存知で640万トンなんですけど家畜の排泄物ってものすごく量が多い。でこの量が多い状態で98%その微生物の発酵処理というもので処理されています。 でこの微生物の発酵処理をする過程の中でまず年、まあ、年間間かかかけてすすごくいい肥料がでできるるんですねただ1年間かかるでその過程の中で温室効果ガスっていうのが出ていてでそれを出しながら空気に触れさせながら発酵させて処理をさせる今はこのやり方が98%残り2%っていうのがバイオガス発電とかバイオマス発電とかそういった処理のされ方をしています。 でもうちょっと考えてほしいんですけど自然界にいるものって存在するものっていうのは微生物だけだったかなっていう風うに考えていただきたくて今は家畜の排泄物を微生物だけに頼って処理してるわけですよでも自然界って昆虫いますよねハエもいるわけですよ皆さん嫌いな通りで、だからそのハエを活用して自然界のサイクルを応用していきたいなと思っています それが昆虫テクノロジーで自然から学ぶ、まあ、循環型の新しいテクノロジーっていうのをご紹介したいと思うんですけど、まあ、まず家畜の排泄つ物、まあ、さっきの自然界のストーリーを想像そのまま想像してもらえればいいんですけどそこに肺の卵を置きます。大体いい1日、まあ、厳密に言うと8時間ぐらいで孵化してくれるんですけどそうすると幼虫になるわけですね。で幼虫のの消化酵素ででそのゴミを分解してて週間間っていう短期間でまず 分解物有機肥料ができます。で幼虫自身は蛹にになりたいと思うので、まあ、別に分けて蛹になってくれるんですけど、まあ、それを家畜の飼料であったり養殖の飼料にしていくんですね。でこのサイクルっていうのは、まあ、微生物と昆虫分けたときに、一年間で一つの資源しかできませんっていうのが微生物のやり方でした。でもうこんなに待ってられないから2、二三ヶ月で終わらしちゃおうって。 今国内やっているところがほとんどなんですけどそうすると、まあ、その未熟な肥料っていうのをまいていて土壌の汚染とか、まあ、水質汚染とかそういったものにつながってるんですね。で昆虫に変えましょうとそうすると1週間で2つの資源ができるわけです。昆虫を活用することでまず有機肥料を1週間で分解できます。そして、 幼虫自身が出てくることで幼虫は食べていただけるっていうこれってまあ家畜、まあ、それこそ昔庭先で家畜を飼っているのであれば微生物で良かったんですバランスが取れてた状態だと思うんですけど今って畜産っていうのはもう畜産業っていう形になっていて業界になってるわけでそうすると微生物 では全然だかで,、ね、で、それをちょっと昆虫活用することでもちろん畜産の排泄物の中に微生物がいないわけじゃないのでそれに昆虫をあえて人的に与えることによってそれをバランス整える形にしませんかっていうのが昆虫テクノロジー自然界のサイクルっていうのの応用だと思っています。ですね。 自然と人類ってものすごく違う形でお話しされることが多いんですけど自然界の中に人類がいて破壊していくのではなくって自然と人類っていうのは常に一緒で一緒なので競争していく、まあ、だからこそテクノロジーが生まれているもっと人類の力っていうのを自然に応用したテクノロジーの発想っていうのを作っていきたい作っていける時代になるだろうと思っていてで環境と産業とか 社会と産業とかって結構対立構造で言われることが多いんですけど対立しない世の中っていうのは作っていかなければいけないっていうふうに思っていますすべての産業っていうのが、まあ、今 SDGs とかもありますけれども、まあ、そういうの抜きにしても持続可能な循環型の社会っていうのを、まあ、見つけていかなければいけないっていうふうに考えていてだからこそいろんな産業の人たちっていうのは自然にもっともっと学んで 自然が持つ循環する力っていうのを活用して、まあ、私たち自身次世代に向けて地球に優しい未来っていうのを作っていきたいなというふうに思っています、はい、ありがとうございます。